こんにちは、アンソニーです。今日はイヤホンの話をしたいと思います。ちょっとまとまってないのでだらだら長くなってしまうかもしれませんが、よろしくお願いいたします。大阪にいた頃にですね、よくライブに行くんですけれども、行った先でアンソニーさんですよね、動画見てますって声をかけてくださる方がたまにいらっしゃるんですよ。でその中の一人で、よく行った先々で顔を合わせる方がいらっしゃって、いろいろねお話をさせてもらったり情報交換をさせてもらったりしてたんですけれども、後になってわかるんですが、その方は実は海外のカスタム IEM の輸入代理店をやってらっしゃる方なんですよ。で、今回ですね、その方から、アンソニーさんよかったら聞いてみて感想を動画にアップしてよというお話があって、視聴機を2つ送っていただきました。でこの2つなんですけど、これねビビりますよ。これ2つ合わせて約35万円します。やばくないですか。で私今まで5000円とか高くても1万ちょっとのイヤホンばっかりを動画で紹介していたんですけれども、理由がありまして、ご覧の通りですね、私オーディオはこうスピーカーで聞くのが好きで、いわゆるホームオーディオですね。でそっちの方でお金がかかるので、なかなかこうポータブルの方にまでお金が回らないんですよ。だから高級イヤホンというものは徹底的に避けてきたんです。で聞いてしまったら欲しくなるの分かるので、お店に行ってもね、試聴とかもほとんどしたことないです、高いイヤホンは。なんですけど、いきなりこんな超高級なものが来ちゃったので、正直戸惑ってるんですけどね。この後アップでお見せしますけれども、先に説明するとですね、オランダのブランドで Ears for You というものです。でカスタム IEM を専門にやってるところで、あんまりたくさんラインナップはないんですけれども、その中の代表的なモデル2つですね。1つがライブ 3.5 というもので、バランスドアーマチュアを5つ5発搭載しているモデルです。でもう一つがライブ 3.6 というモデルで、こちらはバランスドアーマチュアが6発入っているというもので、いわゆるマルチドライバーと呼ばれるジャンルのものだと思うんですね。でカスタム IEM っていうのは、ご存知の方も多いと思いますけれども、もともとはミュージシャンがステージ上で音をモニターするために切って取り付けるものなんですけれども、よくコンサートとかをしてる映像で見たことありますよね、こういうなんかつけてるやつ。で、ですからその人の耳の形に合わせてオリジナルで作って、カスタムで作ってフィットさせてるものっていうものなんですね。これは 3.5 の方なんですけれども、これ視聴器なんでカスタムではないんですね。ここにイヤーピースついてますけれども、ユニバーサル型のものになります。で装着すると、わかるかな、こんな感じなんですけれども、たまたまですね、これスピンフィットのイヤーチップがついていたんですけれども、これの装着感がすこぶる良くてですね、こうめちゃくちゃ遮音性も高いし、これでも十分満足だなっていう感じなんですけれども、これをカスタムにすると、さらに、密着感、装着感、遮音性が良くなるということなんですね。音の感想なんですけれども、例によって単純な言葉でしか言えないんですが、音離れが素晴らしくいいですね。解像感とか分離感とかいう言葉でも表現できるのかもしれませんけれども、もう楽器一つ一つの、そして音一つ一つの、なんていうかな、それがかっちり分かれていて、一つ一つが本当細かくよく聞こえてくるんですよ。で、これが高級マルチドライバーのイヤホンの音なのかって思いましたね。で、3.5、3.6 もそれぞれ多分、広域に2つ、中域に2つ、低域に2つとかそんな感じで、搭載されていると思うんですけれども、なんていうんですか、広域、中域、低域の音のつながりが悪いとかとももちろん感じることもないですし、もうすごいとしか言いようがないですね。音の傾向としては、フラットだと思います。
広域中域低域どこが強調されてるっていうわけではなくてですね、耳を傾けるとその広域低域中域ね、そのどれもがちゃんとはっきり聞こえるので、どこかをブーストさせる必要が全く感じられないんですね。ごめんなさいね、本当ボキャブラリーなくて申し訳ないんですけど、もうすごいとしか言いようがないですわ。高級イヤホンを聞いている人ってのはこういう音を聞いていたのかと今更になって思いますね。今回強く感じたことがありまして、イヤホンとプレイヤーどっちにお金をかけるべきかって悩んだことないですか？もちろん両方にお金をかけられる人はねいいんですけれども、それでもどっちを先にお金かけるかとかって考えますよね。で、このイヤホンは私が今まで聞いてきたイヤホンに比べると、まあ約10倍か10倍ちょっとぐらいしますよ。で、実はですね、その方から、私物のプレイヤーも、貸していただきまして、AK240SS っていうモデルなんですけれども、このプレイヤーも、私が使っている、コーンのプレヌ D っていうプレイヤーに比べると約10倍ぐらい開きがあるんですよ、お値段的には。で、イヤホンもプレイヤーも約10倍の開きがあるんですが、そこで聞こえてくる音の違いはイヤホンの方がはるかに大きいです。だから、プレイヤーかイヤホンどっちを先に買い替えるべきかで言うと、イヤホンの方が高い満足を得られるということを実感しました。お借りした AK240SS なんですけれども、その方の個人的な音源がいっぱい入ってるんですよ。で、ただ私と音楽の趣味がすごい似通ってるので、私が持ってる音源もいっぱいこの中に入ってるんですね。で、実際に同じ音源をプレニュー D とも比べてみましたよ。で、それはね、間違いなくこっちの方が音はいいんですよ。いいんですけど、プレニュー D も意外に頑張ってるなっていうのが正直なところで、これね、ちょっとレビューを中断してたんですけど、改めてちゃんと紹介しようかなと今になって思っております。いつかはこういうものもね、手を出したいところではありますけれども、イヤホン全然違いますわ。やっぱり高いやつは当たり前ですけど、はい、こちらが 3.5 の方ですね。こんな感じで、透明のシェルに入っていて、ユニバーサルなのでこういうねイヤーピースに入ってます。見えますかね。これ各ドライバーごとなんでしょうか、中にね、細いパイプが複数入っていて、まあこれがそれぞれの音道っていうことなんでしょうね。で、この、トップのプレートなんですけれども、これは各自で注文するときに、デザインを希望を出して、オリジナルで作ってもらうことができるというものですね。ケーブルはこんな感じの編み込みタイプになってまして、先端は L 字型のプラグになってます。そしてこちらが 3.6 ですね。こちらも透明なシェルに、トッププレートこんな感じになってますけどね。はい、これもオリジナルで作ってもらうことができます。で、耳掛けタイプですね。手話掛けするためのものがついてますね。これをね、自分好みにデザインして作ってもらえるっていうのはすごい話ですよね。で、こんな高いイヤホンを2つも試聴させてもらっただけでもありがたいお話なんですが、実はですね、この2つを聞いてみて、アンソニーさんが気に入った方をどちらか1つプレゼントしますよって言ってくれてるんですよ。いや、ちょっと待ってくださいと。これ17万18万ぐらいするようなモデルですよ。そんな高いものをもらうのはね、もうとんでもないっていうお話なんですけれども、でもね、一度聞いてしまうとやっぱりね、欲しくて仕方がないので、今回ちょっとお言葉に甘えようかなと思ってます。で、どっちにしようかすんごい悩んだんですよ。音の傾向は非常に似通っていて、 3.6 の方がどっちかっていうとより深みのある重厚な感じがしました。
で、なので 3.6 にしようかなと当初は思っていたんですけれども、その方曰くですね、これユニバーサル型ですよ。で、これを、カスタムにするともう全く違いますよと。もうなんならイヤホンとヘッドホンぐらいの違いがありますと。ユニバーサルを100とするならカスタムは130、150ぐらいのいい音がしますと。で、傾向としてはより深みのある重厚な音になりますというふうに言われたので、まあ、わかんないんですけれども 3.6 にすると、こっちか、 3.6 にするとその重厚さがもしかしたら長時間聞いてる間にしんどく感じるかもしれないなと思って、うん、やっぱりね 3.5 にしたいと思います。で、 3.5 をオーダーするわけなんですけれども、まず耳型を取らないといけませんよね。インプレッションって言うんですけれども、まあ、これは自腹でやるんですけどね、秋葉原かどっかのそういうインプレッション取ってくれるところに行って、ここにね、なんか、なんていうのかな、なんかジェルとはちょっと違いますね、なんか素材を入れて耳の型を取って、その型をその海外に送るんですよ。で、私の耳にぴったりのものを作ってくれるということなんですね。で、さらに面白いのが、このデザインも自由にできるんです、ある程度。特にこのトップのプレート部分のデザインは結構自由度が高いらしくって、自分で何かこう画像とかも一緒に送って、こういう感じにしてくださいというふうにすれば、その通りのデザインを作ってくれると。まさにもう世界で一つだけの自分のイヤホンが作れるということなんですね。いや、ちょっとね、もう楽しみすぎてもう言葉にならないんですけど、ということで、オランダのカスタム IEM Ears for You のご紹介でした。で、これからオーダーして、まあ多少時間かかると思うんですけれども、出来上がったら届いて、また改めて、レビューをしたいと思いますので、気長にお待ちください。この Ears for You は、不定期かもしれませんけれども、イヤホンさんとかいくつかのお店では試聴会とかもやってるそうなので、ぜひチェックしてみてください。それでは。